3月11日まさに哲学カフェの打ち合わせで、地震起きた時には東北福祉大学にの行って、その帰りだったのかな。で福祉大の駅に行って、もう急にグワーッと揺れ始めて、まあ、一人こう駅のあれ持ってこうずっと過ごしてた、過ごしてたっていうのはそういう状況だったんですよね。でその後に大学に行って、やっぱり被災してる学生とかいるかいないか状況確認とかから始まって、あの大学の中で帰れない子が、石巻の子とかいて帰れない子がいたので、まあ、大学自体があの避難所みたいになってたんですね。でそれのお世話とかをしたりして過ごしたんですね。でその後帰っても部屋はぐちゃぐちゃなので、あの、まあ、避難所ですね、近所の小学校で過ごしてました。なんか避難所って熱が込んでる、あのじゃもう外でもう全然寝れない状況で、もう座ることもできなくて、入り口でこうずっと過ごしてました、うん、入り口だけで。やっぱりその出来事の話なんですよ。あの出来事っていうのはすごくちっちゃく、あのコアみたいになっちゃって、被災した人とか、具体的に家が亡くなった人とか、苦しんでいる人が震災、それ自体が震災という出来事だったというふうな認識が結構あって、それ以外の人はそれなりに傷ついているにもかかわらず、なんか出来事っていう解釈が狭くなった、あるいは縮減されてしまっているような感じがあって、なんかそのことが逆に不安だった感じです。だからもっと出来事っていうのは広いもので、日本中のいろんな人が苦しんでいるし、いろんな人が関わっているにもかかわらず、震災イコールなんか津波に流された人とか、家がなくなっている人の苦しみとか、それをどうするかっていうことに集中するのがなんかちょっと怖くなって思って、そういうのが印象があるのと、さっき言ったようにあのできるできないかっていう、支援できるできないかっていう価値基準で、みんながみんな試されて傷ついてるっていうことに対して結構無頓着なんじゃないのかなっていうのがありました。そうですね、忘れんセンターでしたっけ、忘れん、はい、3月1日忘れないセンター、うん、僕ね、震災のこと忘れるとか忘れないためにとかどうでもいいんです。あのそれは大して僕にとって問題でなくって、やっぱり今日のテーマとか今日の発言なさった方にもいっぱいおられたんですけど、できてることをね、起こって目の前で起こってることを自分のお腹にストーンと落ちるように、自分の言葉できっちりとこう語り直す作業ですね。それができれば別に忘れてもいいし、自分の中にものになれば、あの震災がで大事な、やっぱり忘れられないものであれば残るだろうけど、忘れるべきではないとか、逆に忘れた方が体にいいとか、それはあまり僕にとっては問題でないっていうのが基本的な、多分今思えば今日もやった哲学カフェを見てても、うん、やっぱりそういう感じがするのかなと思います。